皆さんこんにちは、ペレディスタ小澤です。今回は昨日10月の22日の土曜日、現地21時キックオフで行われましたラリガサンタンデル第11節のレアルマドリードセビージャの一戦についてお話ししたいと思います。結果は3対1、マドリーが終わってみれば快勝となりましたけれども、まあ後半、立ち上がり早々にセビージャがラベラの得点で同点に追いつき、その後60分までに決定機2本ありましたので、イスコラベラという形で意外にマドリー苦しんだ試合じゃないかなと思いますけれども、この試合に限って言うとやはり、交代カードを切るごとにまたチームがアクセルギアを上げてという形で、レアルマドリーの選手層の厚さと、まあ、逆にセビージャはサンパウリ監督が交代カードを切っていてもなかなか、ギアが上がらない、チームとしてのプレイインテンシティが上がらないという形で、やはり監督の問題というよりも今季の、この夏のモンチスポーツダイレクターのチーム編成の、問題かなと、補強の問題かなというところが明らかとなりましたけれども、まあ、この試合激しい雨でしたけれども、試合開始前にはバロンドールを受賞したベンゼマがなんとモドリッチとジダン前監督から、バロンドールを受け取りを広めをするというような素敵な光景がありましたし、ゴールキーパーの野心賞を獲得したクルトワ、まあ久々のね、先発となりましたけれども、こちらも、クラブレジェンドのカシージャス氏からトロフィーを受け取るという形で、試合前から盛り上がりを見せたベルナベウですけれども、まずは両チームのスタメン確認をしておきましょう。はい、今週はラリーがミッドウィークに第10節があったということで、まあ、各チーム見ていても大胆なターンオーバーを使ってるんですけれども、マドリーアンチェロッティ監督に関して言うと、それほど、大幅なターンオーバーは使わずと、ただ、まあ、試合当日にベンゼマが、左足の、大腿四頭筋の、まあ、疲労を訴えてということで、コンディション不良大事をとっての欠場となりましたし、依然としてセバージョス、マリアノといった、選手が怪我人ということですけれども、この 4-3-3 のメンバーでした。ゴールキーパー、代表ウィーク明け以降、座骨神経痛で、かなり戦列を離れておりました。クルトワが戻ってきました。ディフェンスライン右からカルバハル、ミリトン、アラバ、フェルラン・メンディ。中盤はチュアメニがピボーテ、モドリッチ、クロースのインテリオール。ベンゼマが欠場となりましたので、ロドリゴのファルソノエベ、右にバルベルデ、左にビニシウスというような布陣でした。一方のセビージャですけれども、依然としてフェルナンドが戻ってこれないというところでね、なかなかピボーテが定まらないところがありますし、まあ、この試合前にはニアンズが怪我をしてしまいましたので、またディフェンスラインのところの怪我人が増えてしまったと、ハクーニャも、この試合は欠場となりましたので、こちらの、今日は 4-1-4位置を、サンパウリ監督は選んできました。ゴールキーパーボノ、ディフェンスライン右からモンティエル、グデリ、マルコンの2センターバック、アレクステレスが左のサイドバック、ピボーテにジョアンジョルダンが入り、ラキティッチとオリベルのインテリオールで、右にヘッス・ナバス、まあ、ビニシウス対策だとは思いますけれども、右サイドバックを2枚並べる形となりました。左にラメラ、イスコのファルソヌエベというような 4-1-4-1 の布陣でした。はい、試合は開始早々の5分、ビニシウスが左サイドで、右サイドバックのモンティエルのボールをかさらって、まあ、そのままドリブルで侵入をしてという形での、ショートカウンターから、まあ、フィニッシュ、ね、できたんじゃないかなと思いましたけれども、しっかりとモドリッチの上がりを見て、モドリッチにラストパスアシストということで、見事にマドリーが開始5分で先制をしましたし、まあ前半は一方的とまでは言わないですけれども、基本的にはマドリーペースで非常にマドリーがうまく試合をコントロールしていた試合でしたし、まあセビジャも今日はイスコのファルソノエベで比較的ボール保持でボールをねしっかりと循環させるような時間帯もありましたけれども、やはりセビージャパスは回れどなかなか、スピードアップした前進ができませんので、アタッキングサードになかなか入り込めないとなですので、シュートチャンスがなかなか生まれないというような前半でしたし、まあ、やはり今季のセビージャは、前線の、強度やスピードパワーのところに問題があるかなと思いますので、マドリーとしては過密日程の中比較的楽な前半でしたし、まあ、2点目3点目を決めれるような決定機がありましたので、まあ、40分にモドリッチ、44分にはベニシウスが決定機ありましたのでまあ、そこを、ね、決めてれば試合は決まっていたかと思いますけども、それを決めきれずという形で後半折り返し、冒頭言いましたように後半は、54分にラメラがモンティエルの、ラストパスを受けて、見事に決めてということで同点に追いつきましたので、まあ、そこから試合が少しイーブンな状況に戻りましたけれども、まあ、そこから、マドリーアンチェロッティ監督は、しっかりと交代カードを切りながら、まずはチュアメニとカマビンガを交代し、クロスをピボーテに下げてチュアメニをインテリオールで起用して、その後77分にアンチェロッティ監督3枚替えを一気にしまして、モドリッチ、アセンシオ、それからカルバハル、ルカス・バスケス、フェルラン・メンディ、ルディガーという形で選手を変え、しかもアセンシオそのままインテリオール起用するような選手の配置でしたので、
まあ、そこから、ペースダウンするどころか逆にギアを上げてカウンターの鋭さ、精度、スピードを上げてきたマドリーが、まあ、まさに79分カウンターの形からもちろんラファミルの、軽率なパスミスからでしたけれども、中央ロドリゴ、バルベルデ、そしてアセンシオが見事な、中央ね、引き抜くスルーパスをビニシウスに出して、ビニシウスが並走した、ルーカス・バスケスにしっかりとアシストをしてっていう形での勝ち越しゴールを決めましたし、そしてダメ打ちの81分の3点目は再びバルベルデの豪快なミドルシュート、ゴラスト中のゴラストでした。これでバルベルデはラリーガで早くも6ゴール目ということで、なんと5ゴールのベンゼマ、ビニシウスを上回る単独でチーム最多得点選手になりましたし、まあ本当に今季のバルベルデの、覚醒ぶり、まあそして決定力の高まり具合は、まあもちろんアンチロッティ監督の指導やアドバイスの賜物かとは思いますけれども、バルベルデ自身がやはりね、自信を持ってリーダーシップを持って、ミドルシュートを打っていくというような強い意欲が出てますし、まあしかもこの過密日程で、各選手のコンディションが落ちる中、バルベルデに関して言うと、体力的にもコンディションも一向に落ちそうな、気配が見えないと。もちろん試合終了間際にパプゴメスに、少し膝を入れられてしまって打撲を負いましたけれども、現状のマドリーはバルベルデプラス10人というような、チームになってるんじゃないかなと。それぐらいフェデ・バルベルデが今やチームの顔になってるかと思いますので、当然ベルナベウのマドリディスタから、来シーズン以降のバロンドールへの、期待の声が上がるのも、おかしくないなと。まあ、会見でもアンチェロッティ監督にそういうね、質問が出ておりましたけれども、まあもちろんこの調子でこのままバルベルデが突っ走っての急成長を続けるのであれば、バロンドールがいつか、取ることも間違いないのかなと思いますし、まあそれぐらい今はスーパーな、バルベルデのプレーぶり、躍動ぶりじゃないかなというふうに思います。今日に関してはやはりアンチェロッティ監督の采配、特に交代カードの切り方が、試合を大きくね、変えたという意味では、監督の采配で再び勝った試合になったかと思いますけれども、そういう意味では、再び今シーズンまだ先発のないアセンシオが、途中交代で流れを変えたと。まあ、今季はバルベルデ砲が、ミドルシュートがね、炸裂しておりますけれども、アセンシオも、当然ですけれども一発持ってますし、まあ、プラスカウンターの、起点となるようなドリブルでの持ち運び、推進力と、まあ、それから今日ビニシウスにね、出したような、やはり、中央を射抜くような素晴らしい精度のスルーパス。まあ、この活躍からして、おそらく週明けのチャンピオンズリーグ、ライプツィヒとのアウェーゲームに関して言うと先発、あるんじゃないかなと予想しておりますけれども、そちらのミッドウィークの CL に関して言うと、ベンゼマ再びお休みさせるようですし、まあそろそろロドリゴ・ビニシウスといったね、ブラジル人の若手2人も、休ませたいところですので、まあグループステージ1位突破がかかっている試合となりますけれども、火曜日の、ライプツィヒ戦に関して言うと、大胆なターンオーバーがあるかなというふうに予想しております。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アスタラ、プロキシマ。